はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回はね、富士山麓の、お葬式です。チーンということで。こちら富士山麓がですね、麒麟の富士山麓が、終売になるということで。まあ一応ね、来年の何月だかには、新しい富士山麓が出るらしいんですが、まあ多分まずくなるだろうという予想で、まあね、とりあえずね、2本買ってきました。これ、もう1本。これ以外もう1本ね。一応、他の、後で出た富士山麓のと飲み比べるようにね、もう1本保管しときます。まあ、これは普通に飲むようで。まあ、買いました。原材料がモルトとグレーン。アルコール度数 50%。内容量が 600ml。で、値段が1200円ぐらいです。うん。まあね、またね、まあ、美味しいね、俺のお気に入りのね、富士山麓がね、なくなってしまうということで、非常に残念なんですが。うん。はっきり言って富士山麓は、まあ、個人的にストレートで飲むよりは、まあ、ハイボールで飲んだ方が好きなんですけど、うん。まあ、アルコール度数50度っていう、ね。凄さがありますよね。まあ、この富士山麓はもう他のウイスキーではちょっと代用しがたい。他のように50度のウイスキーなどもないですからね。うん。うん。まあ、どうやっても、代用はできないですね。味とかね。普通にまあ、度数が低いのであれば、水で薄めれば代用可能ですけど、度数高いのはね、もう代用不可能ですからね。スピリタスかなんかで、あげるって手はあるけど、まあそれだと確実にまずくはなると。それじゃあ乾杯。うまい。うまい。うめえな、やっぱな。やっぱ度数強いながらも、しっかりこの、樽の香りと、がすごい強い。うん。甘さ。ウイスキーの甘さが生きてる。だからこれハイボールにするとすげえ、美味しいんですよ。うん。角瓶とか、角瓶とかのね、ハイボールもうまいんですけど。あれとは全然違う。ちょっと甘めのね、甘めっつうか、なんつうか。角瓶よりは柔らかい味わいになるかな。多分。ちょっと甘めですよ。ちょっと甘めの飲みやすいハイボールになる。うん。角瓶はちょっとあれだよね。スパイシーな味なんですけど。富士山麓は結構丸い。味がね、丸い。丸くなりますよ。うまいんだよ、これ。ハイボール。すげえハイボールうまい。澄んだ飲み口、甘い熟、樽熟香、心地よい余韻、清らかで奥深い味わいをお楽しみくださいと書いてあります。まあ、あとこれね、富士山麓グラス。ここにほら、逆さ富士ちゃう。富士山、この底瓶がこう、底がこうなってるから。これ富士山麓のロックグラスなんですけど。よくできてる。まあ今はもう赤富士も売ってるらしいですけど。俺見たことない。なんか色が赤い赤富士のね、これと同じ形の色が違うだけのやつが売ってるらしいんですけど。見たことないですね。うめえな。味はスパイシーっていうか、
まあ、角瓶とかに比べると香りは弱いんですけど、味が強いですよね。なんか、うん。バーボンのようなこの甘さっていうか、樽の味っていうの、若干バーボンっぽいよね。バーボンっぽい甘さはあるね。結構。うん。またね、うまいのが、なくなってしまうという。まあでも、日課ウイスキーはがマシですけど。さすがキリン。まあ、後継機をちゃんと、後継のね、富士山6をね、リニューアルして発売するということ。まあ、それがどう出るか、どううまくなってればいいですけど、まあ、うまくなってることは、まあ、まあ、ないでしょうね。後に出たウイスキーでうまくなったのなんて、俺見たことないわ。ラインナップの、その、さ、後出しでさ、後出しっていうか、リニューアルしてまずくなったの。最近、リニューアルしてうまくなったなんて、ないですよ。もうビールのあれから始まり、淡麗生から始まり、いろいろありましたよね。リニューアル、今年も、ありました。もう全部揃いも揃って全部まずくなってるっていう。感じね、なんで、もう、ダメっすね。日課ウイスキーは、なんだ、まあ、値段上げて、おまけにまずくなってる。なんじゃそれって。じゃサントリーもなんか値上げするとかって言ってました、ね。角瓶もなんか値上げするらしいです。もう値上げばっかりで、お前、給料上がんねえとか。なんなんだよ、この国は。マジで。国外逃亡するしかねえわ。イギリス行きたい、イギリス。いや、アメリカでいいな。いや、アメリカもいいかな。アメリカ、どうだろう。でもアメリカとかいいかもね。日本みたいにあれだろ。外国は、働き詰めじゃないらしいからね。いいよね。うわ、でも50度やっぱ効くな。喉がなんか、ゲップが出る。なんか、ここら辺、喉がなんか、熱くなってくる。これストレートであんま飲むもんじゃねえんだよな、これ。正直言って。やっぱ、トゥワイスアップぐらいで飲まないと、きつい。うん。きついっすね。まあでも、バーボンっぽいよね。富士山6は。確かに。甘さといい。まあ、バーボンよかはあれだけど。バーボンはもっときついからな。香りとか。うん。樽のやっぱ香りっていうか味がすごい強いよね。富士山6は。日課ウイスキーとかの、まあ、1000円ぐらいの価格帯のやつに比べると、やっぱ味が結構強烈ですよ。度数も強烈だけど、やっぱその分味が強烈になってるっつうのかな。甘いっつうより、樽だよね。樽の味がすんだよね。すごい。強いんだよ。なんか、癖っつうか。うん。樽のね、いわゆる味が染み出してるわ。っていうか、なんか、強い。うん。なんかこう、樽の舐めてるような味する。
ていいのかな、なんかこう木を舐めてるっていうか、まあなんとなくそんな感じ。木を口の中に入れて、っていうかカンナとかで削った木をこう口の中に入れて、でその中に水入れて口でぐじゅぐじゅぐじゅってやって、むはーってな、そんな感じ。香りはやっぱりすごい強いです。香りっていうか、香りはやっぱりじゃなくて、香りも強いっちゃ強いんだけど、やっぱりスパイシーではないんだよね。香りは結構おとなしいっていうか、うん、スパイシーじゃないんだよ。ニッカウイスキーみたいな結構おとなしい部類の方なんだけど、味がやっぱ強烈だよな。うん、まあ度数もさることながら味もやっぱ強烈ですよ。これだけやっぱ強烈なウイスキーを作れるっていうのはやっぱり、うん、てか度数50度で出せるっていう、まあほとんど他のやつ40とか43度ぐらいですからね。いかにこの富士五殿蒸留所、違うな、五殿だったっけ、富士五殿蒸、五殿蒸蒸留所、ここのその蒸留所がいかにすごいかっていうのがわかる。ジャパニーズウイスキーだってやっぱり、日華ウイスキーの余市工場とか、もうすごいのはすごいんだけど、やっぱ忘れちゃならないのがキリンのね、富士、御殿場だ。これ御殿場だ。御殿じゃなくて、御殿場蒸留所。の凄さをこれ、改めてこれ、うん。味の濃厚さだよね。富士山6は他のあれに比べてやっぱり甘いっていうのが特徴ではあるね。甘ったるいっていうか、うん、甘ったるいね。あの、バーボンみたいな甘ったるさがある。かといってバーボンよりはやっぱり甘ったるくはないんだよ。ただ、やっぱりこれだけの、この、強さ、香り、味を、活かすのがやっぱりハイボールっていうか、まあストレートに飲んでもいいんだけど、ハイボールにすると、それに、やっぱりハイボールって割っちゃうから、やっぱ、弱い風味だとやっぱ負けちゃうんだよね。だけどこれは、ハイボールにしても全然負けないんで、個人的にハイボールが一番美味しいとは思ってます。ストレートで飲むと喉がね、痛くなるんで。あんまり、ちょこっとぐらいならいいんだけど。ね、ワンショット、ツーショットぐらいならまあ、なんとかなんだけど。それ以上飲むとな、喉が、きつい。なんか、しゃっくりが出るようになる。うん。まあ、2チャンネルではこれ単独スレが立ってるぐらいですか。富士山麓について語ろうっていう、確か、そのようなスレが単独で、ね、2チャンネルであるんですよ。それがあるぐらいやっぱり人気なんです、これは。うん。だからこれがね、50度のやつが1200円で買えて、まあ、600ml って若干少ないけど、まあ、それに目をつぶれば全然、うまい。うん、やっぱり。これがまあ、なくなるっていうかね、リニューアルしてまずくなるとは言いませんけど、おそらくまあ、リニューアルしてまずくなるんで、もう今飲めるのはもう今のうちなんで、本当に買っといた方がいいです。俺は。俺としては。うん。ね。まあ皆さんね、まあ結構売ってるとは思いますね。まあ俺今日スーパー行って買ってきたけど、まあ2本あったんで2本買ってきて、2本もともと買おうと思って、まあ2本残ってて、どっちも買いましたけど、まあね、これやっぱうまい。
ずっとこの富士山6のハイボールはうめえなと思ってたやっぱり。うん。うめえなとは思ってた。バーボンとはやっぱり違う、やっぱりジャパニーズウイスキーの、うまさがあったね。まあ、これもね、まあ残念ですけども、まあ、今後リニューアルされてうまくなることをね、まあ望んでます。ということでね、富士山6、今まで、ありがとうございました。チーン。ということで、皆さん、ぜひね、まあ残り少ないですか。ここ、知らなかった人ね、富士山6、終売なんだよっていうのを知らなかった人のためにも、まあ僕は一応ね、お葬式ということで、やりました。まあとりあえずね、そんなことで。それではね、まあこれはうまいんで5つ星ですよ、これ。やっぱコスパ的にもやっぱ1200円と安い。今のだって日華ウイスキーなんて高いぜ。普通に1400円、1500円当たり前の日華だからな。昔はあんなじゃなかった。ということでご視聴ありがとうございました。